作家、SF 作家、愛媛県出身、本名はカタア冒険小説のジャンルを定着させ、雑誌、冒険世界、武教世界で主筆を務めて、多くの行進の作家、画家育成に尽力した。押川春道春郎押川、押川春郎押川清三蔵部 M 押川、松山市生まれ。父は、 キリスト教牧師で伝道活動を行っていた押川正義。生後8ヶ月で新潟で伝道を行っていた父に母と共に呼び寄せられる。1878年、1879年と続いた新潟大化のため、正義は伝道地を仙台に移し、同行。1883年に宮城市藩学校付属小学校入学。 小学校卒業後、高等単身上教師、明治学院入学。野球に熱中し、2年続けて落第、仙台に呼び戻され、父の設立した東北学院に編入。ここで乱暴を働き奉公処分となり、札幌農学校に入るが、ここでも騒ぎを起こして、1894年に芝の水彩講習所入学。この頃一時、 岩の芳明宅に寄宿する。しかしここも退学し、正義の親しい大隈重信の創立した東京専門学校専修英語科入学。ここでは、正宗白鳥と親しくした。英語学部卒業後に、声楽部法語政治科入学、野球部を創設するが早々に消滅した。その他学生時代には様々なバンからな行動があったとされている。それまでも、水古伝。 三国志を愛読し、少年文庫誌にも投稿していた方ありは、融合、竜馬などに刺激を受けて、小説を志し、海底軍艦を執筆。海軍少将肝付健康、少佐城村京吉などに助言を得て、登園に当たる桜洋村の紹介によって、岩やさざ波に認められ、在学中の1900年に、海島冒険期間海底軍艦を、文武社から出版し人気を得る。 この頃、ナミの主催する文学サークル木曜会にも参加し、長い花風裏小説家たちとも、親交を得て、またナミからは後に、春波の語を与えられるが、これを自ら、春道に改めた。海底軍艦は、翌年には、再販が出るとともに、幾多奇山の紹介で、大学館から公開期関を出版。続いて、同社で、世界海期間シリーズ全6編などを刊行。 また、海底軍艦の続編など、次々と冒険小説を発表する。同年に、東京専門学校卒業。母の療養のために、鎌倉に移り、翌年鎌倉に越してきた、国木田どっぽとも親しくした。同年7月に、東京に戻り、牛込で一家で同居1903年に結婚して戦争時近くに今日、構え、一時千葉の立山にも住んだが、 あとに点々と転居を繰り返した。この頃から過度の飲酒により、徐々に体調を崩すようになってもいた。1904年に日露戦争が始まると博文館では、雑誌、日露戦争写真画法を刊行するが、岩やさざ波の推薦で春道は編集者として、就職し、編集作業の傍ら同士に、小説や辞表を執筆する。戦後に同士が、 写真画法に変わると、春道は編集長に抜擢され、ここでも小説を掲載した。この頃、空中大飛行艇が高男子の新流祭定水によって語られ、その速記録も空中機間と題して同紙に掲載されている。1908年に写真画法は廃刊し、引き続き春道が主筆となる冒険世界が観光され、 春郎作をはじめとした多くの冒険小説が掲載される。この頃から他の多くの作家も冒険小説を執筆し、冒険小説ブームとも言える時代を作り出した。元々の野球好きに加えて弟の清が早稲田大学野球部キャプテンを務めたことで野球界の人脈にも通じ、冒険世界史上でスポーツ振興も大きく取り上げ始め、 運動世界などのスポーツ誌にも寄稿する。東京運動記者クラブにも加入し、吉岡信幸、橋戸信、日田水州らとスポーツ社交団体、天狗クラブを、結成、野球の多数も、テニスなども楽しんだ。スポーツのための総合グランドの必要性にも着目し、当時京浜電鉄にいた中澤林戦とともに、羽田運動場建設にも関わった。 さらに中川らと司法大臣尾崎幸雄会長とする日本運動クラブを設立様々な競技会を開催した。1911年には大日本体育協会と協催でストックホルムオリンピックの予選大会を開催し日本初のオリンピック選手を送り出した。1911年に東京朝日新聞で野球ガイドクロンが起こると 読売新聞市場で反論を掲載、演説会を開くなど激しく反発した。しかし、冒険世界市場での反論掲載をめぐって、白文館上層部と対立し、同志を辞任、退社する。白文館退社早々の1912年1月、教文社にて、武教世界史を主筆として発刊。冒険世界の平塚断水や差し絵担当の小杉、未生も同志に移り、 春道の小説や評論など、同様の内容に加えて、スポーツ記事や、政治論、偉人の伝記などにも力を入れ、好調な売れ行きを示した。また同志では、早稲田大学周辺のインバイク退治運動も掲げて、警察や大学による対策を引き出した。かつて野球ガイドクロンの論争相手で、一工学長のニトベイナゾウに対して、実業の世界史の能より周一が攻撃した際に、 春のお名義の記事が1912年11月に書かれたが、これには一行をはじめ大きな非難を浴び、読売新聞に謝罪記事を掲載した。1913年頃には飲酒による体調悪化で執筆もしばしば中断し、1914年4月から6月に小笠原父島に天地療養する。この3月には父と関係の深かった、日田春道の著書、 心身強犬術の抜群も執筆している。同年後東屋ポートの協調、解決、大熊茂信、カイゼル艦隊、万有軍団などが出版されるが、中央書院館、会場の秘密は春郎が全く関与しておらず、死因を偽造して出版され、交渉、談判を弁護士に依頼するが、判権が転売されて刊行された。武教世界は、第一次世界大戦など、 戦争や天狗クラブ関係の記事が増え、10月号では天狗クラブ機関誌の広告も掲載された。11月16日、脳膜炎により田端の自宅で死去。墓所は雑誌ヶ谷霊園。11月23日には神田青年会館で春道追悼演説会が開かれ、武教世界1915年2月号は春道追悼文集となった。 1925年には墓地に春郎天狗碑が検品される。父正義は NHK 庁の連続テレビ小説、羽根区の主人公の恩師、松並武氏のモデルとなった。弟、押川清は日本のプロ野球創始者として知られる。海底軍艦シリーズ春郎はフィリピンの独立運動にも共感を寄せており、海底軍艦シリーズでは革命化。 エミリオ・アギナルドも登場するが、1942年に木村武氏が報道範囲としてフィリピンを訪れた際にシリーズ6冊を携えてアギナルド本人に手渡した。世界海域短シリーズ空中大飛行艇は、ベルヌ、気球に乗って5週間、レマンド、空中飛行、エドワード・ダグラス・フォーセット、空中軍艦に影響を受け、また1900年に ッペリ林伯爵の公式飛行船が建造されるなど、各国の飛行船、建造熱が反映されている。怪人奇団は、ドイツの怪奇小説の翻訳、魔盗の奇跡は、千代人世物語の部分分けである。その他、岩井博史、作家の臨終、母比辞典80ページ。ありがとうございます。